まあ、最終的には首長の判断です、はい、3月の12日の夜、役場本庁は町の中心部の方にありますから、原発から10キロ圏内に入っちゃう、役場の業務はそこでもう取れないんですよ、避難範囲になっちゃうので、役場本庁がですね、3月の12日の夜に、私のうち先ほど あそこでしょ、そこの前目の前にトラックが止まって、夜の11時頃なんだけど、私が自宅にいて、さてなどうしたもんだろうなと思い悩んでいる時に、なんか重い音がするんです。ドスンドスンっていう音が、何事だろうと思って玄関から見て、こっちを見たらね、トラックが止まって、トラックからその荷物を投げ下ろしてる。な、多分私の想像ですよ、まあ当たってると思うんだけど、役場本庁舎ではもう業務ができない、あの避難区域の中に含まれちゃってから。したがって役場本庁舎にあるいろんなその重要な書類ありますよね、住民台帳だとか、その他諸々のその役場としてはそれは放っておけない書類がたくさんある。それを運んできて、ここに支所があるから、その支所で本庁業務を果たすために書類を持ってきて、その運び入れるためにトラックから投げ下ろしていた音だったんですね、後から考えると、ということで役場本庁舎がここに12日以降は移動してきて、15日まで、まあ、その後もさらに避難した後もここでしばらくは業務や職員をやってましたけど、で3月の15日の午前10時から、浪江町災害対策本部会議っていうのが、その2階にあのちょっとした広、まあ、会議場があってね、町長以下、町の幹部、それから自衛隊、消防、警察、それから地区の行政区長、私も田舎に入るんですけど、行政区長とか農業委員だとか民生委員さんだとか、あの主だった役職の人たちが町の方から声かけられて、ここに集まって今後どうすると、会議を持ちました。防災対策本部会議で、その会議で他の町村の避難状況を見ると、もうほとんど全て富岡も奈良浜も木戸村も大熊も双葉も角郎村もほとんどもみんな避難してる。で、私たちはどうする、浪江町はまたここに留まってるけど、状況を見ればもうここに留まっていることさえもできないだろう。実際はね、浪江町役場、もちろん私たち10人にも一切の情報は入りません、入ってない。原発がどういう状況にあって、どんな状況で放射能がどうだらこうだら、そういう状況は情報は一切ないんです。ないんだけども、テレビだけは見られますからね、あるいはラジオを聞けば、その情報を見る限りは、聞く限りは、あのさすがにもうここにはとどまれない。町長は本当にね、一切の情報はないけど、あのまあ双葉郡の各町村のね状況を見ると、我々ももうここにはとどまれないだろうということで、その防災対策本部会議で町長が30キロ圏外、要するに町外に避難しましょう。で、その隣が二本松という市なんだけど、その二本松市の方に町長と議長かな、行って、前の日とか、その前の日あたりに行ってね、万が一原発事故のために、我々が町外避難せざるを得なくなったときに、二本松市長さん、私たちを受け入れてくれますかという、事前の交渉を行った上で、会議に臨んでいるんですね。で、町長は そういう状況を踏まえて判断して、先ほど言ったにもとどまれないということで、町長はその10時からの防災対策本部会議で、まあ、避難しましょうというふうに決断をした。で、先ほどちょっと話したように、対馬地区にはその各家に避難してきている人もいるし、各行政区ごとには集会所があるんですけど、その集会所もたくさん避難者が来ている、小中学校もたくさんいる、高校にもたくさんいる、その他諸々のところに避難者がたくさんしていたんだけど、そういう人たちも含めて、とにかくもうみんな上げて避難しましょうということで、3月の15日の午後遅くにはこの地区内には誰もいなくなったという状況になりました、ただ実際はいたんです。なぜかというと、地区内にはね、酪農やってる世帯が20軒ぐらいあるんです。で、多いところだと一軒のうちで70頭近くの牛を飼ってるわけで、先ほど、お邪魔した近藤博さんは30頭の牛乳を2
乳牛を飼ってたって言ったでしょ。で、その牛を放り出して我々だけが避難するわけにはいかない。それは当然ですよね。そのうちの、なんていうのか、生計の柱だからね。ましてや牛は生まれた時から可愛がって育てて、食用牛にするなり乳をいただくなりして可愛がってた、要するに従業員であり家族なんですよ。で、それを放り出して自分たちだけが避難できるかって、やっぱりできないです。くわ一本で、自分たちの生活を切り開いていくんですけど、一方では昭和30年代、初め半ば頃からモータリゼーションというかね、自動車が普及したでしょ、ということもあって、しかも高度成長期が始まるから、むしろ外に出て働いた方が生活の過程にはなるわけですよ。そうすると厳しい開拓を諦めて、開拓から都会に出ていく人というのが400世帯先ほど入ったと言いましたけど、ざっとですよ、そのうちの3分の2ぐらいはやっぱり離農するようになったんですね。だけど残った人たちは頑張って、当時はね、本当に決して豊かとは言えないまでも、きちんとした生活、食生活の従業なりをするように、生活が安定してたんです。で、そういう人たちが中心になって、俺たち頑張ったよね、だからみんなで記念に火を立てようとしてた、のがこの日なんです。で、400世帯のうちの、残り3分の1ぐらいの人たちがね、みんなで金を出し合って、お金を出し合って、開拓に入ったということをせめて、自分たちの努力に報われるような形で記念に残そうという決意です。ちなみに私たちこの対馬1400人の事故当時の人口のうち、一番遠くに私が知ってる限りはですよ、知らない人も中には知らないというか、私が存じ上げない遠くにいた人もひょっとしているのかも分かりませんけど、事故直後一番遠くに行った人が私が知ってる限りでは岡山県、あとは和歌山県、静岡県、長野県、山梨県、あたりですね。あとはその関東一円とか新潟県とか山形県とかバラバラです。だいたい5分の2は、そうですね、5分の2じゃないか、2割方、10分の2ぐらいは県外、残り8割方が県内バラバラという状況。